F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機当たり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機を持って、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機当たり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な得意な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、
固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定させる F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された、組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での動機の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、
これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから。日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、やだ。各国が注目しているのは、中国政府が自主開発していると言われる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか。世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとオセアニアの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲加賀の動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲加賀に艦載可能となっている事実は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選へ向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦加賀、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、領艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、
F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ ASA によるアクティブフェーズドアレイレーダー ANAPD817。 実際、J-15 が搭載しているレーダーでは F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 を 200km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この才能さら絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際 F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に仮想敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に改修された後の出雲加賀には F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した前期が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして出雲と加賀の改修が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を収益させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。香港メディア内、実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはその真逆に出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方、香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母軍を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J-20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍は数よりも質では圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、中国海軍の空母3隻、J-20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、
海上自衛隊において新しい空母の建造計画は現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲とロエトへのヘリコプター搭載護衛艦ニセヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前限を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だろうな。そもそも、空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国空軍の最新鋭戦闘機殲20J20 について、みんなは知っているかな？いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているな。中国はドラゴンの印象が強いよね。ステルス機でドラゴンはちょっと主張が強い気もするけど。そうだな。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機だったよな。その通りだね。さて今回は、そんな中国の最新鋭戦闘機 J-20 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において先ほどの3機種。F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけなんだ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っていて、それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500 空K-500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したんだって。中国は連動まで上げてきたんだね。ますます注意が必要だ。そうだね。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているようだね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都式工業工司で開発されたことから、ジェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では次第中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の次第と次第の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだよな。そうそう。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだ。2011年1月には初飛行に成功したんだけど、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度であり、
F35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、 F22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているよ。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしているね。また、2018年9月には J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているよ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものと見られているぜ。J20 の初舷って把握できてるの？現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空虚重量 17,000kg。最大離陸重量 36,300kg、 実用上昇限度 20,000m、 最高速度 2,500km、 毎時最大航続距離 5,900km とされ、総発のエンジンは初期型においてはロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている。サプールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたんだけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているんだけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたってわけ。しかし、WS10C には水力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に水力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているよ。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子ソーサーレイエーサレーダーが搭載されているんだけど、このエーサレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は 24kW 達するとされているんだ。この数値は F22 が搭載しているエーサレーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されているエーサレーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているよ。また J20 には、F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているんだけど、F35 の EOTS86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているね。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から2000万ドル、約132から160億円と言われているが、2000年代の初頭では4億5000から5億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られているぜ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか？などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているんだけど、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているんだよね。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているんだ。この条件を付加するのは、
国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるが、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだな。そういうこと。そして、J20 の研究開発費が約300億円、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている。航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているよ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、F16 ファイティングファルコンを母体として F2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるんだ。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。